はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はバンプサクチャレのちょっと思想を行っていこうかなと、思います。で、デッキはこんな感じで、一応ね、自分はねアヘキンで行くことにしました。で、特攻キャラのね数は少ないですね。で、この中で特攻キャラ行くと、ミオちゃんなんですけども、今回はねバレミオちゃんを入れてるんですけれども、これってどうなの？バレンタインバージョンも特攻キャラになってんのかな。でもサンバ新島ちゃんとかさ、サンバって書いてあったからね、ちょっと怪しいところはあるんですけれども、まあもしバレミオちゃんが特攻キャラじゃなかったら、まあ通常のミオちゃんに、まあ、入れ替えるところなんですけれども、筋力5の彼女キャラ1ですね。で、特攻キャラはミサちゃんと、ミオちゃんの2人だけになります。で、他の、4キャラ、まあ、PSR 3本末ね、前回当たったので、筋力稼ぎに使っていきます。で、特攻キャラでいくとダイヤのエースの、ね、マスコ先輩が、まあ、あの特攻キャラになってるんですけれども、ただちょっとねタックが弱いんでね、どうしようかなっていうところを、悩んでます。基本的には、まあ、ライチも、三本松も東条も、また古永もね、やる気効果アップ 100% 持ってるんで、重なった時にねめちゃくちゃ爆発力があるっていうところで、入れてはいるんですけれども、まあ、もちろんねミオちゃんも、やる気効果アップ 100% のテーブルになってるんで、まあ、どれだけね、複数タックを出すことができるかっていうところがポイントになってくるのと、あと筋力がね絶対余るんで、まあ、この溢れた筋力を処理していくっていうことが、まあ、一つポイントになるかなと思います。まあ、実際にやるときには、助っ人枠の、ミサちゃんもなるべくレベルの高いものをお借りして、まあ、できればね、やっぱり45以上で使いたいですよね。イベントボーナスが上がるんで、まあ、とりあえず今回はね、サクッと、見つけた35のミサちゃんをお借りしてますという感じで、まあ、一応これでやってみましょうかね。あとこれのいいところはコツがねみんな少ないっていうところですかね。基本的にパワーヒッターなんてみんな被ってるんでで、まあ、プルヒッターとね広角打法がちょっと勝ち合ってるっていうところはあるんですけれども、ライチがね少しだけコツが多いっていうところを目をつぶれば、まあ、わりかし経験点に振っていけるのかなと思います。じゃあちょっと練習の方からやっていきましょう。これはどうするかね。ミサちゃんに行くか筋力に行くか、悩むな。やっぱりねでもミサちゃんをねクリスマス前に彼女にしたいっていうのは経験点に響いてくるので、まあ、まずはやっぱりミサちゃんかな。三本松はねとりあえずどんな感じなのかを、一回やってみました。で、特に金徳とかはもう完全に必要ないんで、まあ、吸血もね、いいところで来れば早めに使っていっていいと思います。これはコツがあるから古長でいいでしょう。まあ、フルヒッターはねなるべくコツをつかまずに取っていきたいですね。で、広角打法はまあちょっとしょうがないかなっていうところで、本当に筋力が溢れるようだったらプルヒッターと広角打法を交互に取って筋力ポイントを消化していくっていうところですかね。999ポイント溜まっちゃったらもうそれ以上溜まんないんで、そもそも経験点が、それはねさすがにもったいないんで、ここもミオちゃんをやっておきますか。一応他を見てみるか。まあ、これはミオちゃんでいいですね。だからパワーヒッターもそうだね、まあ、直取りできる筋力がたまる前に大体来るよね、この編成だったら。まあ、早めに掴んでおきましょう。だから刺激と強化がいい感じで来てくれれば、もう速攻で使っちゃうっていうところですかね、多分。で、今、例えば強化が来てるじゃないですか、これでなんか人がいっぱいいたら、そこで使っちゃうみたいな。一応見てみる。吸血これってどれくらい取れんだろう。いやでも50くらいか。100は取りたいからね。うん、寝よう。で、寝たら特に属性が変わるわけじゃないんで、まあまた吸血を見てみますか。
どうしてもね、多分癖でプラットゲージギリギリにしちゃうっていうのが一つあると思うんですけど、結構ばらけてる感じか。まあ80だよね、ここでも。じゃあちょっと練習する。まあミサちゃんとフルナガの強化を上げていきますか。うん、まだ強化だね。まあ最初の頃はね、強化がいいと思います。まあミサちゃんはね、魅了できないんで。あ、ここコツが来てるけど、どうかな。この吸血は156の53、これ吸血しちゃっていいと思うよねやっちゃおう。まあライチのコツがあって評価が3に上がるっていうのはでかかったけどな。ここら辺はどうしようかね。まあ回復しつつミオちゃんの評価上げてきますか。あとイベントもね、体力削るものは切っちゃっていいと思うんで、登場のイベントはもう切ってきますね。でミオちゃんの壺拳法についてはもうこれは体力があるときはやって経験値を稼ぐ、体力が少ないときは体力を回復させると、まあ臨機応変に対応できるんで、まあやっぱりねミオちゃんはすげえいいキャラだと思います。俺はかなり好きですね。ミサちゃんと登場、ここは、まずパワーヒッターは抑えておきましょう。で広角打法は取れないんで、まあしょうがないと。で強化、まあ今はねお試しなんで多少しくったとしてもいいんですけれども、逆にねめちゃくちゃうまくいくとちょっとショックだよねあの時ここまで経験点出せたのにみたいな。俺バンプキャラはねもう本当にシモン1人しか持ってないんで、一応これでミサちゃんは乗りましたねと。ここはどうするかね。ライチがやっぱり初期評価低いからな、どうしても。これでいくつ吸い取れるの、まああんまり吸い取れないよね。やっぱり半分は減らないとあんまり効果はなさそうだな。サクヤがねいればね、アヘソーっていうのも試してみてもよかったと思うんですけど、カルロスもねテーブル的にはやる気テーブルなんで、かなりいいので、これはどうしようかな。ミサちゃんの評価を上げていく必要はあるかな、それとも寝た方がいいかな。寝よう。であとはそうか、ハロウィンがあるのか、そういうところのねイベントもちゃんと把握していかないといけないし、バンプ専用のイベントもちゃんと確認しながらねやらないと。これは3本末フルヒッター184で取れるんだっけこれ、ま、取れる。で体当たりもあるんでね、こいつは体当たりも直取りしちゃいましょう。よし OK、 これで3本末はポイントをくれますね。あとはミサちゃんの告白が来てくれればいいんですけれども、後指がすごいからねこれは。これどうしようかな、切ってもねいいような気がするんだよね。ローリング打法なんていらないんでそもそも。体力減るんだっけ。まあ張り合ってみるか。ちょっと続けていきましょう今回は。あ、体力は減らないか。まあフルヒッターは別にコツをつかんでもいいんだけど、これは1回練習したら死ぬな。メンタルにして魅了はさすがにちょっと嫌なんでね。これ死ぬ残るどっち、なんか死にそうな気がするんだけどな。これいや、これは死ぬだろうな。メンタルにしとこう、ちょっと怖い。吸収か、うわ結局微妙だ。3本末シフト、まあ、とりあえずギャフンでいいか。これもプルヒッター入るんだでミオちゃんの金徳、まあ一応続けるか。他の内容も見てみて、切っても良さそうだったら切っちゃいましょうかね。吸血
178とかすげえな。うん、まあ12上がったのはでもいいか。で、古長の金徳ですね。どうするかな。これ練習するとどれくらい手に入るんだろう。ちょっとここら辺も調べとこう。今回はどんどん続けちゃってるけど、コツ登場、これで広角打法、まあいっか、まあ来たら来たらでいいんで、広角打法は。よし、練習と。ミサちゃんの告白が来ないね。あとね、今回別に招き猫は持ってきてないんで、3本松、うお、ライチの、ライチの評価がな、低いな、やっぱり。未了の時に、ライチとかやっといてもよかったかな。あ、告白来た。まあ、とりあえずね、ミサちゃんは、イベント経験点で、貢献してもらうと。ここで80と。よし、これはチームメイト評価が上がるんでいいですね。古長もまだ乗ってないのか。古長ってあと何があったっけ。ローボールヒッターじゃなくてハイボールヒッター、あとはハイボールヒッターだけか。よし、じゃあこれはハイボールヒッターをつかみましょう。つかめるよね。でどん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 経験値に変えていくと。吸収とかも体力のね、上限がどれだけ上がるかっていうのがよく分かんないからね。うん、まあでも体力こいつらは削ってこないからいいのかな。ミオちゃんはね、どうしようかね。若干体力を削ってくるんですよね。しかも失敗してるし、まあ別に失敗してもいいんだけどさ。こういうところはまだあれか。ミオちゃんは経験点をもらって強化、そろそろいい感じに奪えるんじゃないかな。ライチのね、評価が多分まだめっちゃ低いんですよね。タックが組める 9% フルナが吸血、結構ばらけてんのか。でも120、130くらいは手に入るか。どうするかな。一回デートをして次にかけるか。まあミサちゃんは体力めちゃくちゃ回復する系じゃないんで、クリスマスがね近いからなるべく体力は減らしておきたいんだけど。これやる気が上がるのかな。よしよしよし。で月に向かって撃て。これはもう切りましょう。さよなら。でもう吸血しないとまずいんで、130か。どっちかっていうと技術も欲しいからね。さばけないんだよね、どうしても。ちょっと技術をもらっておきますか。でクリスマスと。まあ、ちょっとね体力が余っちゃってましたけど、まあ、そこはしょうがないかな。クリスマス関係に関しては、まあ普通の感じですかね。強化か、今は。ライチ、あげたいね。3本松もまだか。ちょっと、フルヒッター取ったからまだそこまで筋力は余ってないか。どっちかっていうと、まだタックが全然できてないのか。
やる気効果アップ 100% の、ね、人たちはねやっぱり初期評価が低いんで、さよなら失敗したなライチ、まあ、別にいいんだけどさ、まあ、この編成はね基本的には経験点はねそんなにすごくないんで、まあ切っちゃってもいいかなっていう感じはしますね。まあ中吉で OK と。練習特に、うわライチライチマジか、三本松マジかみたいな。強化まあここはうんそうだね、もうデートしようで、さっきのでチームメイト評価5が上がったからな。結局タックをしてなんぼの世界だからねこれは。どれだけ複数タックができるか、どれだけ刺激で止めておけるかっていうところですね。まあミサちゃんはねバンプで使うと絶対体力回復するんで、そこは結構いいですね。特に何もない。これはどうしようかな、人もそんなにあれだな、吸血でどれだけ奪えるか。悪くはない感じか、100いかないくらいか。ここでそうだな、もう吸い取っちゃうか。でそこからの練習をして、これはもうどれでもいいんだけどな、ミサちゃんにしとくか。魅了まあ別に使ったばっかりだし。ここでブラッドタックができる。ライチはまだか、ライチはまだか。三本松は乗ったけどって言ってもね、あれなんだよね、バレンタインが近いからブラッドタックしなくてもよかったんだけど、まあ、ブラッドタック自体もね経験点は手に入るんで、さらにラブパワーも発動した。 OKOKOK でこれか。これはうん普通、興奮する平気、まあやる気はねなぜか絶対下がるっていう。やる気が下がったところでミオちゃんが来たか。バレンタインでやる気が上がってくれるかどうかだな。おおラブパワー効果が切れて一気にやる気が下がったな。うまいチョコだぞ、やる気上がるだろう。ああしかも2段階上がった、やったやったやった、いいね。でバレミオちゃんのね経験点も結構くれるんで、バレンタインミオちゃん特攻キャラにしてもらいたいけど、多分これ表記的になんか違うっぽいよね、まあ、今回のガチャも通常のミオちゃんだったし、まあそうすると通常のミオちゃんをレベル35まで上げないといけないのか。ゲドウくんがねちょっとそうするともったいないんだよね。結局金ゲドウ10個くらい使うんで、さすがにな、それはな、ここいっぱいいるな、なんかできる刺激してもなしょうがねえしな。強化魅了か、そろそろゲージが減ってきたからな。回復して寝れない、うわ不眠症になった。これはね一回練習できるね、一回練習できるねっていうか、そろそろパワー上げとかないとな。カンストする、とりあえず B くらいにしとく。でこれは練習しよう、頼む魅了
今さら誰を魅了するの。これって体力減るっけ、フルナガ最後なんか減った気がするな。減ったよね。寝れない寝れないで体力減ったか。監督にしとくか試合っていつあるんだっけ。めちゃくちゃ体力が削られていくな。一人か。まあ、とりあえずデートをしておきますか。吸収が来たら吸収して不眠症を治しますかね。これどれがいいんだっけ。適当にジェットコースターにしとこう。コツが違うだけだっけ。あともらえる経験点か。なるべくね技術も稼いでおかないと。筋力がどうにもならないからな。速攻を手に入れたな。速攻を、フルナガオンリーか。今まだ未了か。これはじゃあ練習しとくか。吸収が来たね。これ吸収でさ、その悪いものが治るのかどうかってよくわかんないんだよね10人に1人B まで上がってるからな。あ、これは大丈夫だ。魅了してるからね。ま、ここはコンピューターにお任せしておきましょう。コンピューターにお任せしても全然評価は上がってくれるんで、1アンダも打てなくてもね。うん、負けた。うん、10上がってスカウトも20上がるからね。1人フルナガ。なかなか2人とか来ないね。状態異常も治ることがあって全然回復しねえな。これどうなの。こんだけいて41か。ちょっとやってみる。でも不眠症治れ。治んねえ。テレビでも見るか。うー、寝れない。さてさてさて、2人いるね。吸収無駄に吸収だな。ミサちゃんのイベント、これはどうすればいいんだ。とりあえず1回で切っちゃう。約束を守りましょう。120かでかいね。練習的にはみんなばらけてんな。これ最低でもね4人タックとか5人タック1回できないと絶対伸びないからね。野手はねなかなか揃うのが難しいんですよね。投手だと守備練と精神練習がそもそも確率低いんで、変化球にねちょっと集まりやすかったりするんですけど、多分野手はねそういうことないと思うんで。もう光ってるね。154。あ、この2人はすごいね。ライチはどうする。とりあえず抑えるもんは抑えておくか。粘り打ち、初球、あとなんだっけ、逆境とか持ってたっけ、忘れちゃった。対エースでムードだけかな分からん。パワーヒッター、広角打法、粘り打ち、初球、対エース。よし、経験点に変えよう。強化、もう一人ね誰か来てくれればまたポイントは全然違ったと思うんだけど。
これは2人3本松登場。コツもまた来てるね。これはやっとこう。魅了やばい、そろそろまたメーターが少なくなってくるとなんかよくわかんない魅了とかになってくるな。あ、広角打法待つだっけ。うおー、これは死ぬ、これはマジで死ぬ。監督で監督の評価少な。結局ね、一旦無駄にしてるからね、監督魅了するとか。やっぱりね、ここら辺もうまくいってくれないと上位を狙おうとすると難しいんだろうな。これは結構何回かやらないと無理そうだな。まあ、あと報酬が誰になるかっていうところだよね、結局は。これ全然知らないんだけど、あの柳生ちゃんっていう人がまあ来てほしい的なのが結構ネットではありますね。柳生ちゃんって何、40固有ボーナスなの。後で見てみればいいんだけどさ。うわ、寝れない。1人登場、登場だけでもそれなりに稼げるからな。ちょっと D にはしておこう、ミート。うおー、筋力がー刺激、結局刺激もな、一回も使えてないからなマジ寝れない、マジ寝れないんですけど、寝よう。これはうーん、ダメか。1人か。ここでね、2人とかいたらね、もう止めちゃってもよかったと思うんだけど、1人はな、さすがにな。刺激よし。で、一応ね、ドリンクを持ってきてるんで、次だよな。2人来てくれれば、せめて2人来てくれれば。古永1人。コツは来てないから、これ寝よう。チュンチュンチュン、よしよしよし。さて次、レバニラとか回復イベントだったのに。これはね、やる気も回復するし、回復量もねでかいからいいんですけど、特に。うわ、そもそも来てない、そもそも来てないっていうのね。多分精神だったら大丈夫なんだけど、精神をやるとあれがね変わっちゃうんすよね。お出かけするか、遊ぶか何、完全に一旦無駄にしてるな。しかもさ、これってさ、なんか属性が変わるようなあれだったよね。変わらないやつがいいんだよな。そうすると温泉番組にしますか。これでとりあえず属性は変わらないんで、いる、とりあえずいるもう見ない、見ないで吸血しよう古永1人かもうやるしかないからね、これは。あとは寄ってきてくれればいいんで。で、ライチ通常イベントか。体力が減ってないな。さて7月の1週なんで、あと何あげとく総力でもあげとくか、適当に。 D にならなかった。おーおーおお、3人来たね。やる気効果がやっぱね、乗るとすごいっすよね。3人でここまでいくかっていうと、4人5人だよね。本当に夢が広がるのは。これは失敗か。どうなんだろうな、経験点的には。まあ悪くはないな。3本松は続けてもいいかもしれないですね。体力は確か1回も削られなかったはずなんで、ミオちゃんは切っちゃってもいいかもね。そうすると、ただ東条の回復イベントが来てないな。お待たせいたしました。さて、あとはこれでホームランを打っていかなきゃいけないんで、
ミートはな、できれば C にしたいんだけど、そこまでの技術は稼げないと思うからね。一応ね、ミート得意で来てるんで。結構点を取られるね。あとはここで稼ぎ出せた技術でミートが C にできればいいかな。誰か来てくれ。2人いいね。精神も精神もやばいね。敏捷を上げずに、ああこれは嬉しい。ここで登場来てくれたのが4ターンでしょ。だって釘付けは。ああ2人いいね。2人来てくれるね。マジで筋力どうするよこれ。いやーもう400余ってるよ。ちょっと待って、怪我しにくさ取ろう。よし、これでだいぶ筋力が空いたな。でまたちょっと筋力稼ぎに走るか。そうか、これで筋力練習しているときにまた刺激とかになってくれると嬉しいけど。ダンジョン高校もね、早くやりたいよね。サクスペはね、わりかし SR キャラが人はいっぱいいるからね。ダンジョンはね、通常活躍できない人もスキルによってはダンジョン高校でね、全然活躍できますからね。共にバンプ本展開で迎える2回です。バッター萩谷投げてきますか。おいおいおい、負け取りやないか。展開で迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で萩谷打ちました。痛烈。やはり少し振り遅れるね。バンプ勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナーに打ちました。痛烈。いった。もう一回回ってくるか。宇佐美君に変わってる。ツーアウトランナーなしという場面で萩谷打ちました。これはいい。そうか、初球骨があるから初球に関してはちょっとミートカッソル上がるのか。初球のうちに打ってこう。そうすると精神もわりかし余ってたからね。チャンスコツでも掴んどく一回くらい。ここ古永最後が一人か。まあやるしかないよね。吸収、そろそろ次吸収しとく。おお、ここでまた回復ができるか。メーターがねやばいんだよね。いやこれもなかなかな、美味しいといえば美味しいんだけどな。走塁吸収するしかないよねこれ。吸収しとこう。であと2回練習できるのかな。まあ、これは確実に2回練習できるんでよしとしますか。とりあえずチャンス、チャンスは1回掴んでおけばいいでしょう。もう溢れることはないかな。精神がちょっと怖いな。逆境掴んどくか。よし、これでもう溢れないと思うんで。で結局何ポイント稼ぎ出したのっていうところなんですよね。終盤にねちょっとだけ来たんですけど、あれがねもう1回、もう1回っていうか、そのなんか1ターン分1ターンっていうのっていうか、なんていうの、その刺激1セット分みたいな。来てくれたらまたちょっと違ってたと思うんですけど、刺激ハマりがね2セット来てほしいっすよね。できれば3人4人とかで、それをやろうとするとやっぱりね数をこなすしかないっていう。取られた。あと特攻キャラがねどうしても少ないんで、
経験点を伸ばすっていう方向に行かないとやはり上位には食い込めないと思うんで、3本松、ただやっぱ3本松は稼げるね、1人でも。北斗くん、北斗くん、なんか久々な感じがするな、戦うの。ちょっとね、サクスペは間が空いちゃったんですよねっていうか、どうするこれ、とりあえず弾道上げとくか。やはりビートは D になるかな、甲子園大会でも。お待たせ、0対0で迎える2回です。バッターはハキヤ。今のダメなの、アウト、3アウト。5回の裏、バンク抑えられてるね、北斗に。バッターはハキヤ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、初球があるうちに打っときたい。来た、行った、はい、もう1本リードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で打っときたい。よしよしよし、さてついでに、うわ変化球がな、3種類やったからな、ちょっと意識してしまった。シモン君投げ切ったか。さて最後の練習を攻めてタッグをやって終わらせたいけど、うん、あるね、一人だね。まあライチかライチもすげえよな。あとはアーサーのうちに打ち崩すと。でこれはちょっと怖いな、精神が。筋力とかもうなんか、これ骨格打法にしとこう、最後だしやっぱ骨格打法の方がねいいんですよね。筋力だけドバーッと使うのがもうないからな。上り竜とか掴んどく、せっかくだし。よし、これでいいや。ミートがね低いからね、どうしてもそれを補っていかないと。ワンアウトランナー一塁という場面でハキヤ、ちょっと早かった。スタンドに入りました。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ヒット。まあいいや、オッケーオッケーオッケー。広角打法がなかったらちょっと危なかったかな。バンク追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で、これはボール球だった、ギリギリだった。とりあえず点を入れたから、おお、めっちゃ入れられたね。バンプ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターはハキヤ。上り竜の力、第2球投げました、ちょっと待て、下がっていった、ファウル。最後に回ってきた。この回はクリーンアップからの攻撃、まだアーサーが投げてるか。トップバッターはハキヤ。第2球投げました、悩んだ、結構悩んだ今。第3球を投げました、無理、このフォークは無理だよ。追い込まれました。第4球は粘る、粘るぜ俺は、粘るぜ。ちょっと待って、今のフォークボールだったよね。おお、もう一本打ちたいんや。もう一本ホームランも打ちたいや、無理。26とか、ドラフトはとりあえず1位か。まあ経験点的にはね、まあ来たーっていう感じはしてないけど、まあ、伸びしろはねまだ全然あるとは思うんですけど、6600か、どうだろうな能力はもう正直ね上げる必要ないからな
まあ、このままいきますか。というところで、まあ、タックがはまって、まあ、超うまくはまれば8000とかになるかもしれないですけれども、そうですね、アヘキン、もう一人ね、なんか特攻キャラとかが追加されてくれれば夢はあるんですけど、今のところキャラが揃ってればやっぱり打撃とかが安定してくるのかな。まあ総力もね、特攻キャラ組めればいいと思うんですけれども、うん、今のところはそういった印象ですかね。まあまたね、サクチャレが始まって、どういったキャラが追加になるかっていうところも、見て、とりあえず今のところは自分はアヘキンで行こうと思ってます。ということで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。